こんにちは。こんにちは。設計の高橋です。本日は岐阜市に立つ2つの秘密基地がある平屋をご紹介します。今回のお家は引き渡しから3年が経つお家になります。ご協力ありがとうございます。ご家族構成はご夫婦2人、お子様1人の3人家族です。それでは外回りからご紹介していきます。今回敷地面積は126坪で 39.1 坪の平屋になります。駐車は何台くらい止められますか？すごくお土地が広いので今回は5台ほど止めれるような計画になっています。続いて外観ですが、今回は広い間口をしっかりと使って建物の重心を落とすことで重厚感や高級感が出るようなご提案をさせていただいています。屋根の一部掛け方を変えていて片流れの屋根になっているんですが、ご要望の中で平屋がいいけど鉄骨階段に憧れがあるというお話をいただいていましたので、今回はロフトを作っています。そして外壁はベルアートという塗り壁のトラバーチンという仕上げ方で作っています。グレーの塗り壁と植栽の相性もすごく合っていて素敵な外観に仕上がっているかなと思います。続いて北側の収納スペースをご紹介します。こちらが外部の収納スペースになります。土間の広さとしては2畳の大きさがあります。今こんな感じでスペースのところに自転車を置いていただいたりとか、あと他にもスペアのタイヤなんかも置いていただけるような場所になっています。便利ですね。ありがとうございます。屋根がかかっていて雨に濡れる心配もないのですごく使いやすいかなと思います。それでは続いてお隣のガレージをご紹介します。こちらがガレージになります。ガレージのシャッターは文化シャッターさんのフラットピットという商品を使用しています。それでは中もご紹介します。すごく静かですね。そうなんです。やっぱシャッターのガレージってどうしてもうるさいイメージがあると思うんですけど、こちらの商品はすごく静かなのでそこもいいポイントかなと思います。こちらがガレージのスペースになります。もしかしてこれが秘密基地ですか？そうなんです。こちらが一つ目の秘密基地で、旦那様の趣味のバイクガレージになります。この壁材は何ですか？こちらの壁材は木毛セメントを使用しています。ちょっと無機質でかっこいい雰囲気になるのが特徴で、DIY とかもしやすいので、ガレージで木毛セメントを使用させていただきました。そして奥に進んでいくと、こちらは今こんな感じで旦那様が DIY してくださっていてすごく綺麗に収納されているんですが、一番奥の壁は有孔ボードを使用しています。有孔ボードは小さく穴が開いているので後からこういう感じで棚をつけたりとか、こちらも DIY がしやすいような壁材になっています。この扉は何ですか？こちらの扉はガレージから直接洗面に行けるような扉になっています。後ほど水回りの方からもご説明させていただきます。そしてこちらを見ていただきたいんですが、ここに今窓を作っていまして、こちらまた玄関の方からもご紹介させていただくんですが、バイクが家の中から見えるように窓を作っています。それではポーチもご紹介します。こちらが玄関ポーチです。玄関ポーチはこちらの軒天の部分を見ていただきたいんですが、こちらの軒天は杉板を使用しています。本物の木なのでメンテナンス性も気になるかなと思うんですが、軒天だと直接日光が当たらないのでメンテナンスもしやすいですし、やっぱり本物の木特有の風合いも出るのですごく綺麗かなと思います。それでは玄関に入っていきます。
こちらが玄関です。玄関は土間の部分で2畳の広さがあります。素敵な玄関ですね。ありがとうございます。こちら玄関入って右手側見ていただくと、造作で飾り棚を作らせていただいています。今こんな感じで植物だったりおしゃれな絵を置いていただいて素敵に飾っていただいています。そして続いてその奥に進んでいくと土間収納があります。土間収納は土間の部分で 1.5 畳分の広さと、床に上がったところにも棚をつけさせていただいています。そして上がったところにも棚をつけているとお話をさせていただいたんですけど、土間収納で結構多いのが、靴を取るために1回土間に靴を履き替えて出て取ってみたいな、結構あるかなと思うんですけど、今回の場合だとこちら側にも靴を置けるので、普段使う靴はこちらから取って使っていただいて、おしゃれの普段使わないような靴はそのタイミングでその都度取っていただくような使い方ができるので、すごく便利かなと思います。奥に見えるのがさっきのガレージの窓ですか？そうなんです。こちらがガレージから見た窓になっていまして、玄関入ってすぐ旦那様のバイクが見えるようになっています。すごくかっこいいですよね。かっこいいですね、はい、そしてこちらの奥にもまだまだ収納がありますので、そちらもご紹介します。土間収納の反対側に家族用のロッカーがあります。こちらも大きさは 1.5 畳になります。たくさんしまえそうですね。そうなんです。こんな感じで上着とか仕事に行くためのバッグとか、あとはお子さんのスモックだったりとか、そういうものも全部入れれるようになっているので、玄関からすぐ近い位置に収納があるととても便利かなと思います。あったら便利ですね。そうなんです。すごく綺麗に使っていただいています。それでは LDK をご紹介します。それでは LDK に入っていきます。こちらの LDK は 22.5 畳の広さになっています。すごく広いですね。そうなんです。 22.5 畳でも十分スペースとしては広いんですが、今回天井を勾配にしていまして、勾配天井普通のものよりもより吹き抜けに近い4メーターくらいの天井高にしていますので、そこもより広さを感じていただけるポイントかなと思います。ここに鉄骨階段があるんですか？そうなんです。こちらが外観の時にお話ししていた鉄骨階段になります。こちらの鉄骨階段のデザインも一からご提案させていただいてこの形になりました。そしてこちら見ていただきたいんですが、階段下のスペースを有効活用したデスクコーナーになっています。当初はデスクコーナーの予定でデスクを造作させていただいたんですが、今はご家族猫ちゃんが増えたので、この下を猫ちゃんのスペースとして活用していただいています。そしてこちらのデスクの大きさなんですが、横幅が150センチ、奥行きが50センチほどありますので、2人並んで座っていただいてパソコンなんかもできるくらいの広さになっています。奥にも部屋があるんですか？あ、そうなんです。こちらが実は先ほどご紹介させていただいたご家族用のロッカーのスペースにつながっています。直接リビングからもロッカーにアクセスできますし、その奥にある土間収納にもつながっていますので、動線としてもすごく使いやすいかなと思います。ここに繋がってたんですね。はい、そうなんです。それではロフトの方に上がっていきたいと思います。こちらが2つ目の秘密基地のロフトになります。とても明るいロフトですね。そうなんです。ロフトって聞くとやっぱりどうしても閉鎖的で狭い空間を思い浮かべる方もいらっしゃると思うんですけど、今回の場合は手すりの部分もアイアンにしていますし、大きい窓もつけさせていただいているので、明るくてなんか楽しい空間に仕上がってるかなと思います。いいですね。ありがとうございます。このロフトは6畳の大きさになっていまして、天井高は1メーター40センチになります。1
1m40cm の天井高だとちょっと狭いかなと感じる方もいらっしゃると思うんですが、こんな感じで腰掛けて使っていただくとゆったり広く使っていただけるかなと思います。ちょっとここの段差をつけているんですが、その高さが35センチになります。通常の椅子のサイズだと高さを40センチくらいに設定することが多いんですが、今回は天井高とのバランスも考えて35センチにさせていただいています。その他にもここのロフトに本をたくさん置いていただいてたりとか、趣味の楽器なんかも演奏できるスペースとして使っていただいています。素敵なスペースですね。本当にそうですよね。すごく羨ましいなと思います。そして続いてこちらですね。こちら見ていただくとロフトの奥に扉がありまして、収納のスペースとして使っていただいています。それではリビングに戻っていきます。今回 LDK の床材は栗という素材を使用しています。栗はオークの柄にすごく似ているんですが、オークよりもより温かみがあってちょっと和っぽい雰囲気が出るので、そういうのがお好みの方にはすごくおすすめです。またオークよりも木の性質上柔らかいので踏み心地もすごくいいです。続いてこちらがお庭になっています。窓もすごく大きいですね。そうなんです。今回窓は天井高いっぱいまでの 2m40cm の高さで設定しています。天井いっぱいまで窓があるのでより開放感が出るかなと思います。そしてこちらのカーテンですが、ウェイトテープ仕様というものを採用させていただいていて、通常のカーテンですとこの辺りにカーテンの折り返しが来るんですね。ただこの仕様だとそれがなくなるので、こう風が吹いた時に柔らかく揺らぐような風の雰囲気を感じ取れるようなカーテンになっているので、これもすごくおすすめです。そこまで提案してくれるんですね。そうなんです。こちら一緒に選ばせていただきました。そしてこの奥に見えているのがお庭になります。とても広いですね。はい、そうなんです。今回は敷地面積がすごく広いのでお庭も広く取れています。今はお庭の部分に芝を敷いていただいてるんですが、一部バーベキューなどの炭が落ちるのを防ぐためにコンクリート敷きにさせていただいています。では続いてこちらに進んでいきます。今こちらに扉が3枚あるんですが、ここを開けると 3.3 畳の広さの和室になっています。素敵な和室ですね。ありがとうございます。こちらの和室は 3.3 畳の広さなんですが、奥の収納を吊り収納にしていて、見える視線が広くなるようにしているのでより広さを感じていただけるかなと思います。またここ上がって使っていただくときに、例えば寝るときにこの中に足を入れたりもできるので 3.3 畳なんですが結構広く使えます。広いですね。はい、そうなんです。そしてこの和室の部分をちょっと床の高さ上げていますので、その下を利用して収納を取っています。こちらがこんな感じで開くんですが、今はお子さんのおむつだったりとかお尻拭きなんかを入れていただいています。和室が小上がりになっているので、ここでおむつ替えをしたりとか、お子さんのお昼寝スペースとしても使っていただいています。そしてこちら奥にも釣り収納がありまして、こちらもこんな形でトイレットペーパーやティッシュなどのストック関係のものを入れていただいています。たくさん収納できますね。そうですね、これが3枚分あるので収納量もすごくたっぷりです。そしてここの和室はこちら側に引き違いの窓がついていますので、縁側のような使い方としても使うことができます。ここのカーテンはこんな感じで日よけとしても使うことができます。すごいですね。そうなんです。そしてこちらが開くと
そんな感じでお庭が見えますので、窓を開けてここに座ってちょっと日光浴をするような使い方もできます。いいですね。すごく素敵ですよね。それでは続いてキッチンをご紹介します。こちらがキッチンです。キッチンかっこいいですね。ありがとうございます。キッチンは腰壁の部分にモルタルを塗っているので、その風合いですごくかっこよく見えるかなと思います。こちらの上の部分、かさぎと呼ばれる部分なんですが、ここはツガという木を塗りつぶして作っています。モルタルをそのまま塗ることもできるんですが、お手入れなどを考慮するとその方がすごく使いやすいので、今回はツガにさせていただいています。この見える部分をすごく薄くしているので、スタイリッシュさがより出ているかなと思います。そして続いてキッチンとカップボードをご説明していきます。こちら今回キッチンはタカラスタンダードさんのキッチンを使用しています。こちら見ていただくと、腰壁の部分を活用してここにスパイスニッチを作っています。スパイスニッチがあると見た目もすごくすっきりしますし、ちょうど使いやすい位置にスパイスが来るので、とっても利便性もいいかなと思います。そしてこちらカップボードになっています。カップボードは造作で作らせていただきました。こんな感じで収納、引き出しの収納の部分と、一番奥にはゴミ箱を置くためのスペースがあります。高さは90センチの高さで、キッチンと高さをほぼほぼフラットにしているので、こっちで作業してそのままこっちに持ってきてみたいな使い勝手がすごくいい高さに設定しています。そして今回ここの扉の面材の色を紺っぽいグレーにしているので、かっこよくなりすぎてしまいがちなんですが、天板を木にすることで少し柔らかさだったり可愛さもプラスさせていただいています。そしてその上に飾り棚を1枚作っています。今すごく素敵に食器を飾っていただいてるんですが、こちらの飾り棚はカップボードからだいたい50センチの高さに作っていて、奥行きが15センチほどで作成しています。見た目もすごく大事なんですけど、収納量ももっと大事だと思うので、その上には釣り戸棚を作らせていただきました。こちらはカップボードから80センチの高さですね、床から170センチの高さから付けさせてもらってます。こんな感じで開けやすい高さになっています。たくさん収納できそうですね。そうですね、見た目もすごくおしゃれなんですけど、内容量、収納量もたっぷりになるように制作させていただいています。ここから床が変わっているんですね。そうなんです。今回はキッチンの床をリビングとダイニングとは変えてフロアタイルにしています。フロアタイルは汚れや水にすごく強いので、ちょっとこぼしたりとかしてもさっと拭き取れるので、お手入れも楽な床材になっています。そして奥に進んでいくと、こちらが冷蔵庫を置くスペースになっていまして、その隣にニッチのスペースがあります。可愛いですね。ありがとうございます。今すごく可愛く飾っていただいてるんですが、このスペースはここの奥に今ガルバリウムを貼っているので、磁石がくっつくようになっています。お便りだったり、こういう可愛い写真とかも飾っていただけるようなスペースになっています。そして可愛いだけじゃなくて、ここに今インターホンと給湯器のリモコンも入れているので、すごく見た目もすっきり、 LDK が綺麗に見えるような工夫の一つになっています。今回はアイランドキッチンになっていますので、こちらから歩いて進んでいくと、キッチンからすぐ近くの場所に収納がまたあります。この収納はキッチンから近いので、可動棚を今奥に入れていただいて、食品庫、パントリーのような使い方もしていただいてるんですが、実は LDK の真ん中にあって、リビングの書類関係だったりとか、コピー機なんかも置いていただけるような収納になっています。たくさんしまえて便利ですね。そうなんです。キッチンからもリビングからも使いやすい位置にあるので、いろいろなものを一気にしまえて家事が楽かなと思います。それでは水回りをご紹介します。おしゃれな洗面ですね。ありがとうございます。
こちらが3畳の洗面と脱衣のスペースになっています。今回は洗面と脱衣を一緒にさせていただいていまして、洗面の横幅でいくと1メーター20センチあります。今回洗面の天板が本物の木を使用しているんですが、ウレタン塗装という水に強い塗装をさせていただいているので、お掃除も楽にできるようになっています。で、今回は洗面の天板とそこの上にボールを乗せるオンボールタイプにしているので、より可愛さが出ているかなと思います。すごく可愛いですね。ありがとうございます。水回りは奥様の好きな可愛いテイストに寄せて作らせていただいています。そしてこちらの奥のタイルの部分なんですが、こちらは平田タイルさんの花博というタイルを使わせていただいています。そしてこちらのタイルとタイルの間、目地の部分ですね、こちらはオーシャンという青色の目地にさせていただいているので、より可愛さが出ているかなと思います。そしてその奥に飾り棚がありまして、今は化粧品関係のものであったりとか、すごく綺麗に収納していただいています。そしてその奥にはタオルやストック関係の収納のスペースがありまして、こちらは横幅40センチほどあります。40センチあると、こういう大きいタオルだったりとか、小さい手を洗う用のタオルなんかもたくさん収納できるので、すごくちょうどいい大きさになっているかなと思います。そしてその奥が洗濯機のスペースとカンタ君になります。で、カンタ君で乾燥機かけれないおしゃれ着であったりとか、そういう服は今上にコスクリーンがついてますので、こちらにかけていただいて室内干しができるようになっています。この奥に進んでいくとお風呂がありまして、その隣に勝手口があります。こちらの勝手口が、先ほどガレージの時にお話しさせていただいた扉になっていて、直接洗面とガレージが行き来できるようになっています。ここにつながってたんですね。そうなんです。ガレージで作業した後に直接家の中に入れてすぐに手が洗えるので、すごく使いやすい動線かなと思います。便利ですね。はい、ありがとうございます。続いてこちらがお手洗いになります。すごくおしゃれですね。ありがとうございます。こちらのお手洗いは一坪タイプのお手洗いよりも少し広くしていまして、横幅が1メーター20センチほどあります。1メーター20センチあると、横に今造作で手洗いとカウンター収納を作らせていただいてるんですが、そちらの手洗いのスペースも広く取れるので、トイレの中でもすごく手が洗いやすいかなと思います。そしてこちらのタイルは名古屋モザイクさんのタイルを使用させていただいてます。続いて廊下の奥に進んでいきます。こちら洗面脱衣と、続いて紹介する各お部屋の近くにファミリークローゼットがあります。こちらは 3.5 畳ほど広さがあります。それぞれ枕棚の下にパイプをつけているので、枕棚の上には大きい季節物の入れていただいて、あとは奥様と旦那様の服なんかをかけていただいています。そしてちょっと手前に可動棚がありまして、こちらに小物、カバンだったりとか、あと細かいインナーだったりとか、あとは化粧品のストック関係のものであったりとかも入れていただいています。水回りとすごく近い位置にありますので、夜寝るときにカンタ君に乾燥かけたものをウォークインまで運んできて、ここに収納して、そのまま各お部屋に入って眠るみたいな生活動線もすごく便利かなと思います。すごく使いやすい動線ですね。はい、そうなんです。朝も起きた時に一回ファミクロに立ち寄って服を取って、そのまま洗面や脱衣に行けるので、そこもすごく便利かなと思います。続いて主寝室をご紹介します。こちらの廊下を進んでいくと主寝室につながっているんですが、その手前のこちらですね、2つの扉が子供部屋につながる扉になっています。そして奥に進んでいくと、素敵な寝室ですね。ありがとうございます。こちらが6畳の広さの寝室になります。寝室の頭側ですね、こちら側には造作でカウンターを作らせていただいているので、こんな感じでエアディフューザーを置いていただいたりとか、
夜寝るときには今コンセントもつけているので枕元に携帯を置いてそのまま充電して寝ることもできます。アクセントクロスもグリーンですごく可愛いですよね。とても可愛いですね。ありがとうございます。そして反対側の壁を見ていただくとこちらですね、コルクボードが貼ってあります。コルクになっているので写真を画鋲で刺して飾ったりとか、あとは絵とかそういうものも飾れるようになっています。すごくいいですね。はい、すごく可愛く飾っていただけるといいなと思ってます。そしてこちらの主寝室は南側に面していますので、こちらに大きな引き違いの窓があります。ここを開けるとお庭につながっていますので、朝起きて太陽の光を浴びたりとか、ちょっとここの庭に出てくつろいだりとかも寝室側からできるようになっています。すごくいいですね。すごく素敵な暮らしですよね。2つの秘密基地がある平屋いかがでしたでしょうか。ロフトやガレージなどワクワクするポイントがいっぱいの素敵なお家になっていたかなと思います。今後も皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。